さて柳田が登場してまいりました。今日ここまではセカンドゴロゲッツー、これは当たりは素晴らしかったんですが、そしてキャッチャーへのファールフライということになっています。ここまでのバッティングはどうでしょう。やはりまあ彼の持ち味であるフルスイングはあるんですけど、まだ確実性にはまだ欠けますよね、はい、そうですか、まあ、トップの位置が小さすぎて痛烈に振ってくるんでスイングが暴れる、それが去年までの柳田の印象というふうに藤本バッティングコーチは教えてくれましたが、そこが随分と治ってきたんだというふうには評価していました。その言葉通り、まあ、かなりですね、実戦に入る前は調子が悪かったんですが、実戦に入って1本ヒットが出ると、まあ、振ればヒットが出るといううちでの小槌状態になっているこの柳田です。2アウト満塁、痛烈だ、右ファウル。その糸井選手と練習をして頭の位置を固定するというバッティングはもう途中でやめてましたね。合わないということで、はい、この打球はどうだ、右にグーンと切れていく、わずかにファウルになりました。だから昨年はこういうライナーじゃないんですよ、はい、ホームランっていうのはだいたい上に上がってきますから、ただ少しバットの軌道が違うんじゃないですかね。吉井さんは今年の変化みたいなものはピッチャー目線で感じますか。いや、これ3打席目ですかね。そうですね、これではちょっと僕には分からないですね。そうですか、はい、まだじゃあこの安定感というのがないのかもしれませんが、この打球はどうでしょうか。これもラインドライブか、それでもスタンドに持っていきました。柳田満塁ホームラン、さすがのパワーを見せつけました。これぞ柳田です。いきなりのオープン戦の初戦になりました。そして練習試合を通じてこれが2本目のホームランになりました。しかも満塁、7対1になりました。まあでも打たれるして打たれてますよね、あれだけの前のファウルで、ね、またそこよりもっと甘い球ですから、はい、まあボールを使うという手もあるんでしょうけれど、はい、まあ、それにともすごい打球ですよね。でしたね今の、はい、でもヤフオクではちょっと入らないでしょうね、フェンスの高さがありますからね。そうですね、だからあれがもう少し回転がつけて上に上がってくれればいいんですけどね、